まあ確かに、消費税 0% するっていうのは、もう自民党、それ言ったらもう自民党の大圧勝で終わりますね。史上最高の、議席獲得数になる可能性も十分ありますよ。はい、皆さん、こんにちは。おめでとうございます。今日はですね、夕刊フジの記事で、ちょっと面白い、ことが載ってたんで、ちょっとご紹介したいと思いますね。これは木曜日、ちょっと古いですね。3月19日木曜日の、まあ、夕刊フジの、まあ、記事からなんですけども、ですね、もう私、まあ、動画で、まあ、いろいろ、まあ、言ってきました。で、それでですね、その自民党の、若手議員42人の提言。まあ、この中で、まあ、いろいろ、まあ、この中、5つの提言なんですけどね。まあ、主に、例えば、消費税 0%。まあ、あるいは、今度は、働き先を失った、あるいは働き先で休まなければいけなくなった、その非雇用者に対しては、休業保障。中小規模の、事業者に対しては、その失われた粗利を 100% 保障すると。まあ、金銭保障ですね、両方とも。と、まあ、あるいは、資金繰り支援、等企業の廃業防止とか、まあ、いろいろ、まあ、あるんですけども、まあ、こういったふうなね、まあ、保証、あるいは、消費税 0%、まあ、にすると、いうふうなことを、提言として言ってます。私も、まあ、おおむね大賛成です。大賛成です。でですね、まあ、実はこれっていうのは、別に野党の人でもこれ言ってる人いるんですよね。まあ、似たようなことは消費税 5% と減税しろとか、消費税 0% しろとか、まあ、いろいろ、まあ、言ってる人がいます。保証はいいからしろとか、いろいろ言ってる人がいます。でも、もちろん、経済評論家の方でも、まあ、そういうふうなことを言ってる人はいます。でですね、まあ、今回この夕刊フジ取り上げたのが、まあ、私の動画でも、まあ、取り上げたことがあります。ドリフターズの中本浩二の、森永卓郎さんがですね、この夕刊フジで、まあ、庶民を救う政策言ってるんですね。で、これ大体似てる、まあ似てるというか、まあ私とも考え似てるし、この自民党の若手議員のその提言にもちょっと似てるんですよね。でですね、まあ、彼の場合、彼の主張を読むと、ですね、ポイント還元の延長、固定資産税の減免や無利子融資では景気が良くならないと懸念する。うん。即効性があるのはどんな政策かということを、解いてます。それでですね、こう言ってるんですよね。短期的には一切審査せずに、富裕者も含めて、一人一日一律、10万円をばらまくのが良い。うん。だから10万円支給ですね。うん。労働者や、事業者、自営業者は住宅ローンも払えない状態だが、4人家族で40万円なら、当座はしのげるだろう。確かに。もうアメリカも、まあ、いわゆる、まあ、現金給付するよって言ってますからね。うん、10万円ですか。うん、なるほど。桁数には、桁的には6桁。うん、いいんじゃないですか。5桁で終わるよりは全然いいですね。で、同時に景気回復策として、できるだけ早期に消費税をゼロにすべきだと。うん。森永氏は強調すると。だから、ま、結局この二つですよね。森永さんの主張は、国民一人に一律現金10万円給付、そして消費税 0% と。うん。まあ、大体に、まあ、ほぼ一緒ですね。この提言と。でですね、まあ、ちょっとまた読んでいきましょうか。消費減税については、昨年10月の増税前の 8% に戻す案や、2014年4月以前の 5% まで下げる案もあるが、中途半端に下げればシステム改修などで手間がかかるが、ゼロならば税抜きで売ればいいだけだ。ああ、簡単ですね。ああ、なるほど。例えばコンビニとかのレジとか、まあコンビニでまあ、その、まあ、売る側というかコンビニ側ですね。コンビニ側からすれば楽っちゃ楽かもしれませんね。消費税 0% の方が。ああ、なるほど。これはちょっと私も、なるほどなーって思いましたね。ゼロならば税抜きで売ればいいだけだ。なるほど。最も恩恵を受けるのは増税分を転嫁できない中小企業で所得が劇的に増えると。そりゃ増えますよ。そりゃ増えますよ。で、消費税ゼロは、住宅市場を活性させる効果もある、ありますね。その消費税、分、まあ、なくなるわけですから。うん、でですね、まあ最後。10万円ばらまきも消費税ゼロも大胆な政治決断がなければ実現が難しい案だが。うん、
森永氏は、東京五輪、パラリンピックが延期ムードにある中、消費税ゼロを争点に解散総選挙で国民の信を問えば、現政権に有利で消費増税の支持回復もできると政府与党には政治的メリットもあると指摘した。うん、これ野党でも消費税 0% って言って、選挙打って出れば勝てる可能性十分ありますね。票を伸ばせる可能性はもう十二分にありますね、野党でも。ただ問題はそうですね、与党自民党がやっぱり財務省と結託してるから消費税 0% って多分言えないんじゃないですかね。まあ確かに、消費税 0% するってのはもう自民党、それ言ったらもう自民党の大圧勝で終わりますね。史上最高の、議席獲得数になる可能性も十分ありますよ。もしそれやったら。ただどうでしょうね。私のこの動画で何回も言ってますけども、やっぱり財務省と、決別して、たもとを分かって、それで、もう消費税 0% じゃん。国民の方に、本当に国民に顔を向けた、そういった政治をやってもらいたいですね。そういった政策を打ち出してもらいたいんですけどね。どうなるか。安倍さんのこの、右腕がもう、ちょっとね、もう財務省の犬と化してしまったんでね。ちょっと難しいですけどね。切って、それで、安倍さんの側近が、同じことまで言いますけども、あなたの右腕だったんじゃないですか、麻生さんはって言って。右腕ならここにある。っていうふうにね、言えるぐらいであれば、多分自民党もあと30年はまあ安泰だとは思うんですけどね。やっぱり私も森永さんの意見とほぼ同じです。給付金10万円、そして消費税 0%、どっちが先かなんていうのは、いいんですよ。同時にやれんですよ、同時に。一番大事なのは早期にやること。どっちでもいいけど、順序どっちでもいいけど、早くやること。明日やら、今日やらばベストです。明日あるは、まあ、ちょっとあれですけどね。まあ、そういうふうに、とりあえずもうね、早く、早期に、この消費税で、0%、そして、給付金10万円、やっても、やればやるほど、早期にやればやるほど、国民が助かります。一般庶民が助かりますから。早く、そこら辺は、やってもらいたいですね。ただ、今も言いましたけども、もうどうなるか分かりません。消費税本当に変わるのか、変わらないのか、まだ分かんないし、給付の額も、まあ2万円とかって話もありますからね、2万円じゃお話になりませんよ。麻生さんが確か1万2千円、前回のその東日本大震災で、まあ、給付した1万2千円、給付したけども、あまり効果がなかったみたいなこと言いますけどもね、そりゃ1万2千円、たったそれだけじゃ効果ありませんよ。12万円やったって言うんだったら、12万円やって、それで効果があるかどうかやってみてくださいよ。で、今回も10万円、あるいは12万円出して、それで、効果があるかどうかやってみましょうよ。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。